もちくわのママです。今回は鮭を使って鮭チャーハンを作っていきたいと思います。鮭は冷凍したものを解凍します。材料はみじん切りにしたネギ3分の1程度、緑の部分を使っています。今が旬のタケノコ、取れたてのタケノコなんですが、一度茹でて下処理をしているのでそのまま使います。みじん切りにしています。卵は1個使います。鮭は一度オーブンで焼いて鮭フレークみたいに身をほぐしていきます。鮭のグラムを測ってみたら145グラムありました。ではオーブンで焼いていきます。鮭を焼くときはオーブンシートを敷いて鮭の余分な油と塩を落としていきます。うちのオーブンは減塩モードで焼きます。鮭が焼けましたね。めっちゃ美味しそう。鮭っていろいろな料理にも合うし、万能な魚ですよね。このままでも食べたい。では鮭をほぐしていきます。ご飯は1合で2人前です。炊きたてのものを使っています。事前にボウルに移した方が作りやすいと思います。ウェイパーはだいたい小さじ1を先にご飯に絡めておきます。我が家は薄味派なので、濃い味が好きな方はお好みで調味料を調整してください。これさえあればチャーハンも美味しくなりますよ。チャーハンはスピード勝負。作る前に卵、ご飯、ネギ、タケノコ、鮭の順に並べておきます。チャーハンといえばラード。フライパンを熱する前にまずラードを入れてからカンカンに熱しておきます。ラードはとると言われていますが、チャーハンがとっても美味しくなりますよ。鉄のフライパンなので結構ラードを入れます。このフライパンは魔法の中華鍋というもので4年待ちらしいです。煙が出てきたら調理開始です。テフロンのフライパンは空炊きはダメなんですが、鉄のフライパンはカンカンに温めます。分かりにくいと思いますが煙が出てきました。ここからがスピード勝負。卵を入れて少し火を弱め、ご飯を入れます。ここでカン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 とご飯と卵を絡ませます。ネギ、タケノコ、鮭を入れて炒めていきます。あー、いつかフライパンをかっこよく振れる人になりたいですね。ここで味の調整で胡椒を入れます。最後に醤油を鍋肌から加えて全体に絡めて炒めていきます。鮭チャーハンが完成しました。簡単でスピーディーにできるのでおすすめです。このチャーハンはすごく美味しく、鮭とタケノコが合います。ちくわちゃん、ちくわちゃんの鮭もあるよ。もちろん減塩していますよ。ちくわちゃんも鮭が大好きで、おねだりする姿がとても可愛いです。本日も動画を見てくださってありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。ちくわのママでした。